はい、どうも、はじまきよしろうです、ビートル届いた。うん、で、まあこのビートルが届いた期間がね、それでなんか、この地域はこの日に届くんでっていうのがもし公開されてたら俺の住所がすぐにバレるんですけど、ビートル届いたよと。うん、これね。はい、もうランマハンターハンター見てないんですよね。いや、意外に見てたんだけど全く記憶がないんですよね。だからハンターハンター俺ね全然記憶がないんですよ、見てたのに。でも昔のじゃない、昔じゃない方、平成でやってた方の、まあ、どっちも平成か、新しい方全部見たけど覚えてないんですよね。うん、また見たいなと思ってね。なんだその導入。はい、買いました、ビートルね。うわ、ふざけんなよ。めちゃくちゃ反射していろんなものがねえ映るんだ。うざっこいつ。もうディスりしかしてねえな。個人情報に溢れてますからね、僕の今の部屋。やめてほしいなぁ。まあね、まあ率直な感想なんか、でけえな。むちゃくちゃでかいわ、これ。ああ、めちゃくちゃ映んな、これ。めちゃくちゃ反射すんな、これ。もうこれ、こうだな、これ。もうこれ、こうだな。もうこうだ。はい、こんな感じです。暗闇放送ってことね。はい。まあね、まあ、こんな感じですね。ああ、まあ見た目はね、自分だけ見よう、スマホで。まあなんつうんだろうな。ああ、思ったより良くはなかったかな。はっきり言って。うん。やっぱなんかこれね、iPhone 8しか対応してないんですよ。その、iPhone 8しか対応してなくて、ちょっとええって思ってね。まあ僕、まあ、iPhone 8ではないんで。あれなんかね、iPhone、なぬぬぬぬぬディアスなんですよ。なぬぬっていう式なんですけど、まあそれは合わないと。なんでね、あ、まあまあまあ、ビートルはね、まあ意外にでかくてよかった。まあ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 、コレクターズアイテムなんでね、まあまあすぐぶっ壊れそうだなっていうのが僕の感想ですね。はい、ちょっとやめこれ。あれどれだ、リモコン。あ、やばいやばい、やばい、あれ、あった。はい、っていうのはね、よくわかんない。で、真っ暗闇の中。ああ、おしっこ来て。ばばば、まあ、なんかすごいんですよね。いやー、なんか、むちゃくちゃ面白かった。なんかね、届いた箱のシールが黄ばんでるんですよ。なんか、何ヶ月放置したんだよってくらいに黄ばんでて、ちょっとびっくりしましたね。状態はそんな良くはないよね。まあ、それがまあプレミアムバンダイなんだなって思って、初めて買ったんでね。プレミアムバンダイでね。なんかね、面白いのがね、異常なまでにビートルのここの部分に傷がついてるっていう。もう傷つきまくりですからね。全然使ってないのに。笑っちゃうよ。ヤスリかけたんかって、ヤスリ一瞬かけたんかってくらいも、傷あるしね。あ、クレーム動画じゃありませんよ。でもね、思ったよりは大きかった。これ言うと訴えられちゃうからね。あとここ思ったより伸びなかったかな。でもこれくらいの方がいいよね。でもなんか結構ここしっかりしてるんでね、うん、いい、ここしっかりしてる。まあね、レビュー動画じゃないとか、ぼやき動画なんでね。で、ハンターライセンスはすごい言い訳で、なんかもうこう下手したら訴えられるんじゃないかなと思っちゃってる。訴えないでね、プレバンさん。悪いやつだからさ、すぐ物の悪いとこ行っちゃうんだよな。ハンターライセンスって番号違うのかな、全部統一されてんのかな。2011年までやってたんだ、ハンターハンターって。普通のはそんな前なんだな。じゃあ覚えてるわけねえか。まあまあまあ、ハンター語読めないんで俺何書いてるか分かんないんですけど、まあ、なんか鏡があるんですよね、ここに。なんかちょっと俺の目が悪いのがさ、分かんない。鏡として使えねえな。なんか歪んでるって、まあ、そうだよな。曲がってんだもんな。すごいね。文句言いたいわけじゃない。でも、まあ、俺がそのね、iPhone8 系列のレプリカが欲しいな。多分ね、iPhone6 だっけな。iPhone6 のなんか、ジャンクじゃないけど、その型、レプリカが70円くらいで売ってればなと思いました。それをね、ここにカパってはめて、
ここね、スマホ入れないとね、ここが安定しないんですよって見えてないと思いますけど、あのね、まあ、ここの部分ですね、ここがグラグラしちゃうんですよ。だから常時スマホ入れてないとダメかなみたいな感じですね。はい。でもね、いいね、満足、そりゃ行くわなって、うん、まあ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 ね、それ危ないからね、今そうやってこれクソだとか言ったらね、もうあの名誉毀損で訴えられたらもうかなわんわ。うん、いやでもいい商品だとは思いますとしか言えませんけどね。いやーマジ言論の自由じゃないけど、名誉毀損したわけじゃないしね。うん、レビューがうんこうんこうんこって言ってるわけじゃないんですけど、まあそれで訴えられたらもう嫌なんで、僕なんもうこの動画続けたいんであんまり言いません。うん、まあ、買ってよかったか良くなかったかっていうと、いやその iPhone8 にしちゃえばよかったってなりましたね。いやーそれでこれであったらもうずっと生活するのにって思わ、絶対しねえよ。え、まあ、レプリカ、あ、こうやってやったらいいのか、こうですね。あ、まあ、反射するから嫌だな、こういう状態ね。本当にないよな、個人情報、個人情報恐れ恐れキッズじゃん。まあね、まあ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 、まあ、こんな感じで普段使いはやればいいのかな、こんな感じでね、こんな感じ、こんな感じで持てばまあね、面白いけど、うわ欠けてる欠けてる。いやもうモンク TV じゃんこんなん。いやーまあね、欠けてたんでびっくりしちゃった。うん、まあ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 、これがプレミアムマンダイなのかな。まあ初めて買ったんで分かんなかったですけど、まあまあお値段以上でも以下でもない感じですかね。はい、これにもうスマホがもっとあったらよかったな。あ、違う、セットでスマホじゃなくて、スマホあったよかった。うん、まあ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 、まあ、コレクションなんでね。うん、よくこれで電卓とかだったら嫌だったけど。ね。まあ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 。いいね。でもやっぱそのゲームとかアニメの世界のそういうものが手に入るってやっぱ夢ですから。ロマンですから。いや、いいもん手に入りましたよ。ね。最高。レビューはね、100点中7系点ということで、ね、褒めときます。褒めてつかまさろう。あ、ごめんなさい、日本語できないんで。日本語できないんで、すごいな。すごい矛盾だな。まあ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 ね。まあ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 、その今、プレミアムバンダイさ、今、100点中7系点って言ったんで、許して。名誉毀損じゃないから。うん。いや、これでもう名誉毀損って言われたら、もうかなわんわ。ほんと怖いからな。その、横見さんのね、横見さん、横山みどりさん、がね、初の事例作っちゃったわけじゃん。それやべえよな。あ、こんなのもできんだ。まあ、鏡映してるけど、これじゃ意味ねえだろ。な、何でこうやって隠してて。もう裏側でこうやってやることもできると。まあ、特に意味はないですけどね。だってネジが見えちゃうんだもん。ネジが見えちゃうからさ、ここに、むき出しのさ、ネジが見えるからさ。まあ、これやったところであんま意味ないけど、まあいい商品ですね。はい。まあ買ってよかったかな。うん。意外にここの自由がね、くるくる効くんでね。まあくるくる効くやつってすぐ壊れるんですけども、ちょっと怖いんですよね。ここのね、急にここ閉められないんです。カチッてなんか、そばにレンガレンみたいな感じでね。っていう、よくある、なんかそういうタイプなんで。いやでもね、文句ばっかり言ってるわけじゃない。ハンターライセンスのね、もらったんで、もうそれ売ります。それでもね、もう遊び尽くすってできればいいんですけどね。うん、ハンターライセンス売りたい。ここにハンターライセンスあるんだよ。もう一生遊びてえわ、ハンターライセンスって。でもね、最近ハンター芸人やってたんでね。僕全然、ハンター見てないんでね。いや、見てたんだけどね。覚えてない。何一つ覚えてない。ゴンさんのシーンくらいしか覚えてないって。ね。いやお金が、ね、稼げるようになって、しっかりとしてお金ができたらもう、ブルーレイボックスじゃないけど、DVD ボックスなり、レンタルなりしたいです。まあ、アニメ最高ですからね。お、怖い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 。まあ、いい商品ですね、普通に。飾っときたいね。絶対飾っちゃダメだよ、みんな。バキンです。絶対壊れる、これ。うん。すごい脆いと思う。
だから俺ぶっちゃけね、こいつ専用のバッグが必要だと持ち歩くんだったら、そのアタッシュケースでなんかその衝撃吸収剤みたいので、こういうジェラルミンケースみたいな、ジェラルミン星人だっけ。ワンワンが吠えた。だからもう今日はやめときます。いやまあジェラルミンケースでもこうやってもでトゥルトゥルみたいな感じでこうやってやんなきゃダメなんだもん。ジェラルミンケースで持ち歩かなきゃダメ。これは普通のね、なんていうんだ、バッグとかに入れてダメだよ、もう。ダメ。持ち歩くんだったらもうそれ専用のバッグが必要だよね。いや、てかこれ、コレクション品なのになんかね、違うよなって話だよな、お前が言ってることは。そのレビューが違うんだよ。みんなまあビートルのレビュー見るか。みんなしてんだろうな、俺先に。なんかちょっと早いんだろうな、みんなは。レビュー動画あるかな、ビートル。車しか出ねえ。でも多分みんなあげてんだろうな。一切あげてない。って言ってねえや、出るんで、ハンターハンターって入れれば出んだよな。なんでだよ。あ、今なんでだよって。ビートルハンター出ろ。あ、まだみんなレビューしてないんだ。みんなもしかして興味ない？俺だけ買ってんの？いやでも多分みんな今日一斉配送なんだろうな。今日っていうのバレないように日付出して投稿とか言うのは嘘です。いやーまあビートル。動画してんの俺だけだね、今のところ。でもみんな今動画撮ってんだ。で今編集してんだ。俺はもう最強で、だからやばいな。投稿2時。うるせえな。オープンレックだ。いや、俺がなんかオープンレックからなんかメールが来て仕事ですよ、仕事が来たみたいな、オープンレックだみたいな気持ち悪いな、それ。オープンレックが気持ち悪いわけじゃないですよ。オープンレックの、なんか仕事来ちゃったみたいな。すんごい気持ち悪いやつだね。なんか、ね、仕事じゃないです。オープンレックの通知です。ね、高田健二さんがなんか生放送始めた通知、それ気持ち悪いなって言っちゃってね。まあいいか。宅建じゃない。まあ神気持ちいいかって言ってもいいか。まあね、まあ、そんなこんなで、ビートル手に入れたよと。いやでも嬉しいですね、やっぱり。ぐちぐち言いつつもやっぱそれでね、いい、グッド。でも思ったよりでかかった。もうちょっとちっちゃいかなと思った。結構でかいね。でもちょうどいいサイズだね、これ。ちょうどいいってわけじゃないな。その俺がなんでちょうどいいって言ったかっていうと、そのスマホのギリギリのサイズっていうかね、スマホの入るギリギリのサイズなんだなっていうのでちょうどいいって言ったけど、全然ちょうどよくねえからな。アホケースだよ、アホケース。でこう落ちたら死ぬかんな、こんなん、マジで。落ちたら絶対壊れる。もうコンクリートダメだよな、これ。豆腐にぶつかっても壊れんじゃねえかってぐらいね、ヤバだと思う。ヤバだよ、ヤバな刀だってね。あ、すいません、白ひげ海賊団の参加、白ひげ海賊団のね、船員のね、遺像のモノマネをしてしまいました。声は全然似てないです。セリフモノマネっていうね。セリフだけモノマネ、それ誰でもできるよ。っていうね。なんでワンピースが出てくるんで、そこでハンターハンターのね、モノマネをしなきゃいけないの。やわな刀だって、なんだそれ。もう、むちゃくちゃだ。ハンターハンター見てる人、なんかね、ワンピース嫌いかもしれないけど、ダメだな。漫画大体いいからね。嫌いな漫画ないね、特に。そんな見てないから、嫌いなアニメも漫画もないですよ、特に。そんな俺見てないもん。嫌いなものに出会えるくらい見てないんでね。いやでもね、いいもんですよ、ビートル。なんか、スマホのレプリカがね、200円くらいで売ってたら、入れて、ここを固定させようかなって思います。いや、いいもんですよ。なんだこれ。これなんだ。あ！充電できんだ、ここで。意外に便利だ。でも写真撮れないけどな。外カメで撮れないけど、内カメならできますからね。内カメギリギリできねえんじゃね？あ、できないかもな。まあ、街でこれやるのは難しいよね。いや、全然その恥ずかしいとかの意味じゃなくて、持ち歩きづれえよな。バックからこれ出したらむちゃくちゃ面白いっけな。ビートル。いや、いい、最高！ね。まあ、このノリであれ出してほしいですよね。幻影旅団のなんだっけ？金髪の。あいつの電話、あれも出してほしいよね。あれ普通の電話になっちゃうね。
そう本当に電話にしちゃうってどう？普通になんかあるじゃん、電話しか機能のない電話とかあるじゃん、なんか昔の なんつうんだろう、あるじゃん、それ電話だけの電話をとコラボしちゃって本当の電話機能がついた電話なんだけどカラーが違うあの電話みたいなのどう？ここの耳の部分だっけ、耳あったっけ、ピンクの耳の部分は取り外せるでみたいなね、それでやりたいときは それやっちゃえばやっちゃえ日産ということでね、無理やりなオチですけども、ごめんなさい、僕ねワンピース大好きなんですよ。でワンピース話何が言いたいかって、この話をね、本当に名前覚えられなくてっていうね、ジジババみたいな発言してますけど、ワンピースのキャラクターもねギリギリですよ本当。いやそれは一味は全員言えますよって言って今言うわけじゃないですけど、結構ねあやふやなんで、ハンターハンターなんてゴン、キルア、クラピカ、レオリオで会ってないのかな、会ってなかったらもうやべえな、全然幻影旅団誰だろう、名前言えれるの走れるの発言できるのってなんだろう、はい、マッチっていうね、それっていうね、ウボウギン、やばいな、もうでも僕にわかなんでね、あでもビートル最高ということでね、まあでも買えないんでオークションで買ってください皆さん、オークションでねバカみたいに高い値段で買ってください、やったまあこれね視聴者プレゼントにはしません、絶対視聴者プレゼントなんかしない、うん、めんどくさそうじゃん、いや視聴者プレゼントしたいよ、お金とかじゃないんで、めんどくさそうじゃん、あとお金もだよ、お金でよ俺は、なんかもうマジでね、綿棒未使用綿棒をプレゼントするわ、やるんだったらね、うん、もしくはなんだノートだな、あのしなしなのノート、一回水につけてドライヤーで一枚一枚あの丹精込めて乾かしましたっていうね、あのゴミノートをね、あの視聴者プレゼントするんだったらやります、ということでね、見てくれてありがとうね、すごいね、見てくれてありがとうねみたいな、ラフだな、ラフなのかこれは、よくわかんないですけど、まあ、チャンネル登録高評価ね、しない方がいいと思うっていう導入じゃなくて、それやるんだったらねコメントしてくださいね、まあ、ビートル届いたよと、いやーどなんだろうな、まあ、これでもう再生回数ガッポガッポもらってね、まあ、ビートル、これ商品紹介じゃないからね、ビートル雑談って名前でね、ビートルズが好きなやつのね雑談みたいになっちゃいますけど、まあ、ビートル雑談っていうタイトルでやります、まあ、ビートルいいよマジ、グッチバってね、むちゃくちゃだ、もうやべえやべえやべえってやべえやってやべえやってやべえやってでそのやべえあーみたいな、やべえやってやべえやって A と A を同時に発音する、やべえやべえやべえやってそれちょっとつぼっちゃってね、いやすごい言いたくなっちゃってさ、そのやべえやっていうその心地よさ、そのやべえやべえやっていう、そのほんと心地いい、やべえ心地いい雑談に切り替えます。